ヤラは、オーストラリア海軍のスループ、グリムスビー級の一九1934年5月28日寄港。1935年3月28日浸水。1936年1月21日収益。フィティングアウト HMAS ヤラとシドニー。フランクノートン1941年12月8日に、太平洋戦争が始まると、ヤラは、 同年十二月十六日にアレクサンドリアを出て極東へ向かい、コロンボを経由して、千九百四十二年に一月十一日にジャカルタの単純プリオク港へ進出した。同地で東インド戦隊に配属されたヤラは、戦団護衛任務に従事した。千九百四十二年二月初めには、シンガポールへ最後の増援部隊を運ぶ b m 十二戦団を護衛し、 目的地到着直前の2月5日に日本軍機の空襲を受けるが損害は極めて軽微で一気撃墜確実、二機、不確実の戦果を報じた。さらにこの空襲で撃沈された客船エンプレスオブエイジアの乗船小兵ら1804人を救助した。1942年2月27日スループジュムナと共に宿泊船暗ンタンカー。 ウオーサーダー、ブリティッシュジャッジ、フランコル、総海底、ヘマス、MMS51 からなる船団を護衛して、ジャワ島、タンジョンプリオークから出発。途中で、ウオーサーダーは座礁し、ブリティッシュジャッジは、ひこみなりして脱落したが、3月2日に、チラチャップ沖に着いた。だが、そこで、チラチャップには入港せず、ジュムナは、コロンボへ、やらは、 戦団と共にフリーマントルへ行くよう命じられた。3月3日、オランダ戦、パリジの生存者を救助。また同日夜、潜水艦探知の報告により、爆雷2発を投下した。3月4日、ヤラ、アンキン、フランコル、MMS-51 は、日本の重巡洋艦、アタゴ、タカオ、マヤ、駆逐艦、嵐のわけに、補足攻撃された。 やら艦長は戦団に分散を命じ、敵との間に入って煙幕を張った。だが、キン MMS51 フランコルト撃沈され、最後にやらも沈んだ。やらの乗員は3月9日にオランダ潜水艦 K11 によって13名が救助されたが、艦長以下138名が死亡した。ありがとうございます。